どうも、ベタです。パーツ変えていきたいと思います。はい、本日は、聖華第一高校で、サブアカ、トップ下作成やっていきたいと思います。デッキの方は、桜は水着の朝、香川、アフロ北野、で、滝峰、で、葛城、この6人でいこうかなと思っております。で、今日はね、ボーナストレーニング、コーチにお任せでやっていこうと思いますので、まあ、葛城を持ち込んでやっていきたいと思います。アイテムの方は、バドルと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、コーチにお任せの場合、カツラギと言いましたが、逆にコーチでお任せじゃない場合は、渡来を持ち込みます。やっぱりね、渡来で、遊ぶコマンド。遊ぶコマンドをやって、それ以外の、自分の担当以外のコーチも評価上げていきたいので、まあ、その時は、まあ、渡来。で、コーチにお任せの場合は、カツラギという使い分けをした方がいいのかなと、自分は思っております。まあ、とりあえずね、両方とも持ってない方も結構いると思います。自分のサブアカみたいにね。まあこういう方はこの動画を参考にしていただけるといいのかなと思います。はい、どうしよう。まあいっか。練習後イベント。はい。で、カツラギ早めに来てください。後イベでね、ささっと福指が来てくれると助かります。で、ここで敏捷技術ですので、まあ適当に稼いでいきましょう。まあ、こんな感じかな。こんな感じでいきまーす。ささっと。はい、コーチ、練習後イベント来てください。オーケー。で、ミネ君よりかは、カツラギがささっと、一番手に来てくれると助かります。はい、コーチ、練習後イベント。オーケー。ミネ君じゃない。カツラギが来て。で、アフロ来たの。で、ミネ。これはミネくん。技術100もらおう。OK! ナイス。で、気持ちの問題だ。でもって、ここは一回休むか、オフェンスか。かけよう。OK! で、練習後イベント。OK! で、渡り上手来ましたね。ナイスです。まあ、次は多分休むと思いますが。さあ、ここからコーチの評価ガツガツ上げていきたいです。あとはチームメイトの評価ね。上げれるときに踏んでいければいいかなと思いますね。では、一回休んでいきまーす。で、桜庭、これは下行きます。ハードワークは、後半変調か。後半変調か、残念ですね。できればね、後半変調ではなく、タイエースが欲しかった。そして、ここはね、オフェンス行こうかなと思います。オフェンス行きます。評価もちょっと気にしていきたいので、オフェンス行って、ミネ君、体力回復くれない？オーケー。ナイス。で、コーチを踏んでいきたいのですが、遊べないんだよね。なので、ここ、スピードかメンタル。まあ、スピードでしょう。で、ミネ君。あ、来なかった。まあ、いいや。で、先ほど、香川、桜庭でタイエースを取りに行こうとしたんですけども、香川でハードワークもらえるんでね。で、回復骨は、インターンでもらえます。インターンでもらえるので、あずさのインターンでもらえるので、まあ、とりあえずそれはいいのかなって。そういう感じで、今回は取りに行きます。まあ、残念ながらタイエースもらえませんでしたね。はい、ではコミット行きましょう。コミット。です。セク1ね、結構ね、チームメイトの評価上げれたんでね、ありだと。いい感じには来てると思う。で、コーチ3回。で、練習10回の、で、筋力、どうしよう。休まないでいこう。ここちょっとしょぼいんで。で、筋力は多めにいきます。筋力はちょっと稼がせていただきます。ここで筋力稼がないと稼ぐとこがないので、稼いでいきましょう。ミネ君大量に踏んで稼いでいきます。はい、ではこれで行きましょうね。はーい、行きまーす。で、これインターンは、あ、ごめんなさい。あずさで行きますね。で、初手どこに、ミネ君、ここか。はい、ではオフェンス行きます。では筋力100ください。お願いしまーす。オーケー。で、回復、ナイスですね。で、これでハードワークもらっておきます。で、あずさの回復もちゃちゃっと来てほしいなぁ。オーケー、来た。
はい、いいですね。そして桜庭、俺もやりたい。で、ここで、あ、香川の評価上げるのもあり。ミネ君行こう。ミネ君、筋力100。オッケー、ナイス。いいよ。ここまでは調子いい。で、コーチの評価も上げていきたいですね。コーチの評価も上げていきたい。うん。これはミネ君ですね、ミネ君。はい。筋力100。オッケー。来てますね。3回来ました。合計5回まで来るはずなんで。できれば5回。印象も結構稼げてるのはありがたい。で、コーチ、あ、ここですね。はい、では練習後イベント、ミネ君かコーチ、どちらか聞いてください。はい、コーチでした。でもってミネ21%。ちょっと厳しいかな、ちょっと厳しいかな。なので、ミネとストイックトレーニングいきます。はい、いいですね。できるだけドリンクは使わない。まあこのセクションでドリンク使う予定ではいるんですけど、できるだけ使わないところは使わない風にいきたいんで、今のはそういう感じでいきます。で、これはね、オフェンスダブルですが、これ弱いので、コーチいっときます。コーチかミネなんで、コーチいっときましょう。で、練習後イベント来てください。 OK、 ちゃんとしろ。で、桜庭、まあこれはね、いいよ、失敗でいいんだ。もともと成功する気はなかった。いいです、いいです。で、とりあえず、スタミナは上げた。で、あとディフェンスだよね。ディフェンス30か、上げちゃおうか。上げちゃいます。はい、これでいいですね。スリータック、これはもう体力回復していきましょう。おー、余裕だな。印象以外は余裕ですね。印象も多分いけるっしょ、ここまでいったらね。はい、行きまーす。待って、筋力はあれだから、ちょっと技術振っとこう。いや、オフェンスも振っとこう。はい、これでいきまーす。オフェンスで、ミネ君、あー、来なかったか、残念だね。で、アフロ来たのと。で、筋力はもういける。敏捷だな。敏捷もいけるか。じゃあ、これは、うん、こっち行ってきます。練習後イベント来てください。で、ドリブラーで敏捷を稼いでおきます。で、あずさ。で、ここはメンタル行こうかな。あー、行きたい。コーチ行きたいところですが、ここはちょっと。と、次の回復狙ってミネとストイックトレーニング行ってきます。はい。で、ここで回復で筋力もらいの、はい。で、あずさで精神もらいので、次か次のターンにも、2ターン以内にはもう一回回復来るからね。ラブバム来るし、オフェンス上げておきます。で、あとは練習3回すればいいだけですと。コーチみたい。あー、ここありだけど、ダブルタックありだけど、これはコーチでいいかな。うん、コーチの評価上げとこっか。はい、練習後イベント来てください。うおー、来てくれない。それならオフェンスでよかったな。はい、メールカフェ成果で成功して、あ、オッケー、ナイス。で、コーチの評価上がったね。マックスいった。まあとりあえずメンタルでいいか。メンタルでいくんですけど、ミネ君オール20だね。オール20ください。 OK。 で、香川でもってソウルフル、パワーも上げたいし、オフェンスも上げたいな。どっち行こう。まあとりあえずテクかな。テク行くんですけど、まあそうだね、振らずに行きます。振らずにテク行っちゃいます。次のコミットあるかもしれないよね。
はい、ではこれでセク2終了ですと。3492。さあ、ここでパワーとオフェンス上げたいんでね、コミットで決めると助かります。余裕ですね。うわ、スタミナか、スタミナか、スタミナは20いきたい。2人以上のタック結構いく。あ、これいかない。遊ばないとダメ。いやー、技術100、1000いこう、1000。もう無茶します。ここは無茶します。筋力がな、どれぐらいいけるかなんだよな。筋力はそこまで無茶。450。425ぐらいにしとこう。多分いけると思う。試合もあるし、いけるはずなんだ。てか行かないと厳しいんだ。はい、行きます。大丈夫だ。で、ここで回復はもらう。聖火 TV 行っての神社回復。はい、ではちょっとパワーとオフェンスにしておきましょう。パワー B にしたいな。で、オフェンスも B にしとこう。テクも振っちゃおう。いいよ。で、初手は、あー、どうしよう、どうしよう。ダブルタック来てますね。ダブルタック来てるので、オフェンス行ってきまーす。行きましょう。まあ、メンタルでもよかったけど、いいです。これはダブルタック来てるので、こっち行ってきます。で、トラップ。で、ミネ君、左右で違う。ラブバ終わっちゃった。残念。で、リードコツくださいね。お願いしまーす。うわー、失敗。それ痛いな。それ痛いな。ちょっと痛いな。で、これはテクニックいってきます。で、ミネ君ワンタン来てくんない？あ、来てくんないか。で、回復。OK。で、ダブルタック。ダブルタックは踏んでいきますね。オフェンスいきまーす。で、香川終了。はい、OK。バイタルブレイク成功です。で、アフロ来たの。オゲイーソウルフルシュート。スリータック、これは行こう。ドリンク飲んででも行きます。ドリンクが一気になくなった。はい、ではスリータック行きまーす。筋力がね、ちょっと少ないのは痛いな。もっと筋力を稼ぎたい。で、これは成功してね。オゲイ、筋力50、54。で、テクニックタックいっときたい。テクニックタックいってで休んでもいいな。まあでもメンタルでね、メンタルいくのもありなんだよな。まあでもちょっとテクニックタック一応後で怖くなってきたんで、後で怖くなってくると思うんで、テクニックタックいってきます。で、ここは一回休もう。うん、一回休もう。休んでもいいもんね。休みまーす。で、ミネ君終わり。はい、力ゲット。筋力、技術、ここで出ていいですね。あ、これ両方とも体力が良くないんだよな。で、ここもう一回休みましょう。もう一回休みます。いいです、いいです。で、迷うな。ダブルタックいっとくか、テクニックタックいくか、迷うな。こっちいるからな。こっちで行きたかったけどな。どうしよう。カツラギ行きます。カツラギ行きます。ここはなんとなくダブルタックのテクニックが来る感じがするんで、カツラギ行きましょう。どうだろう、そっちの方がいいのか微妙だな。まあいいか。待って、これスタミナ足りる？足りるか。病気取らないで、俺も病気消すかっけ。足りない感じがしてきた。ちょっとスタミナ全振りして、あと3か、いけるか。いや、これちょっとテクニしとこ。本当はね、本当はオフェンスだったんだけど、まあいい。お、成功。ナイス。で、テック。ダブルタックがまだ来ないのか。ちょっとやばいか。
技術ちょっとやばい。渡来と鉄は攻めてきてね。渡来と鉄は。技術来た。オッケーオッケー。で、これは、どうしよう。前ソロで終わらせたら技術は結構もらえる。でも、やっぱりレジスタまで行きたいんだよな。で、ダブルタックが来てくれない。ダブルタックが来てくれない。どうしよう。これ、ミネ君、踏みに行こうかな。一回休もう。いいよ。一回休む。で、技術来た。OK。レジスタ終了。で、ダブルタック来い。ダブルタック。ダブルタック。OK。入った。ダブルタックは入ってくれた。で、筋力が微妙だな。筋力が微妙な感じがするな。技術はいける感じがする。技術持ってきます。テック。ん？両利きフロー。両利きワンタッチだ。はい。では、練習後イベント。OK。で、どうする？どうする？どうしよう。次、いくつもらえんだろう、筋力。筋力いくつもらえんだろう。いや、コーチこれ無理だろ。じゃあ、ストイックトレーニングにかけようか。筋力なぁ。64以上もら、あ、無理じゃん。多分無理だ。筋力足らなかったか。マジか。ストイックトレーニングに行こうか。はい、行きます。残念だったな。ワンチャン足りてくんないかな。頑張ろう。ワンチャン足りて。で、これぶっちぎりは取ろうか。いや、ぶっちぎり取ったらこの辺取れない。ダメ。こっちの方がいい。はい、ではこれでいきます。いきましょう。はい、終わりました。多分これ足らないっすね。1点は取ったけどですよね。16ぐらい足らなかった。すいません、コミット失敗してます。まあ最悪ね、4万点足りてればいいんで。いいよいいよ。しょうがない、しょうがない。 99% しょうがなくはないけど、しょうがない。で、ここで、テクニックタック4回3回3回ぐらいにしようか。タック5回ぐらい。遊ばない。印象全然稼げないんだろうな、多分な。30? まあいいか。印象全然稼げないんだろうな。まあでもこれぐらいは稼げると思いたい。これぐらい。で、スピードは30いこう。パワー10いく？微妙だな。スピード30いっても10いけるか。ギリかな。まあ、これぐらいでちょっとね、やっていきます。ちょっと怖いな。これでいこう。ちょっと妥協します。いや、妥協しない。攻める。まあ、セク2失敗してるからね。せや、セク3失敗してるからね。攻めます。 OK、 トリプルタック。じゃあこっちいきますね。はい、いきます。で、回復。お、トリプルタック来てるけど、できればテクニックに来てほしかったんだよな。で、スピード30切っとく。よいしょ。はい、オフェンスいきます。ジミネ君、メンシュゴイベント。はい、OK。で、ダブルタックはもうこれで終わりかもしんないけど、ちょっとテクニックいっときたい。これはテクニックいっとこう。怖いんでテクニックいっときます。で、パワーは振っちゃって、あと技術を振ればいい。
はい、テクニックいきまーす。で、渡来練習後イベント来い。ボール20欲しい。OK。で、さすがにトリプルは行こう。トリプルは行く。いやー、テクニックで来てほしかったんだけどな。で、パワーはもう振り切ったんで、オール20くれるはず。敏捷欲しいのでちょうどいい。はい、来い。あ、来ない。あ、来ない。来ない、来ない、来ない。これ一回休もう。これ一回休みます。テクニックタッカーと2回踏まない。おっと、やられた。まあでもここで体力は全開になるんでいいでしょう。ほっとくぞ。テクニックタッグ。で、ドリブル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 が欲しい。ドリブル。で、敏捷少しでも稼いどこう。敏捷。ドリブル。で、総経験点も足りそう。あとは敏捷だな。敏捷だな。テクニックタッグ来てる？来てない。来てない、来てない、来てないとなるとちょっときついぞ。メンタル行こうか。メンタル行こう。で、感覚見に行く。はい、OK。で、テクニックタッグ、ここで来てね。ここで来ないと終わるよ。ここで来ないと終わる。OK。よかった。で、監督練習後イベント来てください。多分、敏捷はこれで足りるはず、さすがに。さすがに足りると思いたい。で、テクニック10は後で振りましょうね。はい、OK。はい、いいですね。サクッとピンチャンでテクニック10振っていきます。はい、まあこんな感じでいいかな。レジスタだけ取っとこう。テンプレまでし、はい、行きまーす。じゃスピード1振るか。はい、行きまーす。はい、終わりました。無事 2-0 で勝ちましたね。と1点は取ります。はい、OK です。これでコミットも終了ですね。まあなんとか5万を超えてるはず。5万は余裕で超えてる。5万5千、いや6万ぐらい。1回失敗して6万いきましたね。もし成功したら7万、いけてたかな。うん、普通に良かったです。で、ここはもう普通に、ボーナスやってます。ボーナスファッション講座。あと、筋力少しでもあればね、いけたな。どうしよう、ここはさすがにテクニックかな。さすがにテクニックいっておきましょうか。うん。ここで20もらうのもありだけど、コツね、コツがあるからね。今、なんか変なコツもらえそうな感じしかしないんだよな。どうしよう、スプリントとか欲しいな。何でスプリント OK 入りました。で、ここはコーチにお任せできます。行きましょう。何くれる？超回復、ど根性、マエストロ、投手、達人キープ OK ですね。ナイスな感じで来てくれました。うん、ディフェンスが3足らなかった。まあでもそれはいいや。で、ここはメンタルいっておきましょう。ドリンクないしね。ドリンクないのでメンタルいっておきます。で、筋トクはちょっと取っときますね。筋トクは取っとこう。で、あとはどこに、うわー、精神がちょっとやばいか。精神がちょっとやばいか。1234、5678910 OK ね。精神がちょっとやばいんで、オフェンスのね、でかいタックが来てくれると助かります。アズサ入りのオフェンスのでかいタックが来てほしい。あ、これはメンタルいってきます。じゃあ精神です。まあ筋力も欲しいんですけどね。筋力も確かに欲しい。でも、まあ、これはテクですね。はい、では試合やっていきましょう。やってきまーす。はい、終わりました。ワンアシストにあれはなったのかな。ワンアシストになってないか。まあでも結構経験点も稼げたな。
はい、最後来なかったか。じゃちょっと筋力もらっていこうか。うん、フィジカルいきます。でサクッとピンちゃん行く前に、筋トク潰しておきます。筋トク行っといて、技術系この辺ね。これはいけるだろう。はい、あれ技術がまだ結構余っちゃってる。まあ溢れはしないとは思うけど、取れるものは取っておきたいからね。あれ技術、まあこれは取っとくか。はい、ではこれでいきます。いきましょう。はい、終わりました。問題なく終わりましたね。ということで2-0です。経験点いくらいったやろ。1万2000点台かな。うん、あ、1万2000いかなかった。1万1562ということで、はい、では能力振ってまいります。少々お待ちください。はい、終わりました。まあ、こんなもんかな。 US 星4ぐらいはいったかなとは思います。うん、普通にやっぱカツラゲ強いですね。あとはでかいタックがいっぱい来るかとないかで変わってくる。おー、 US5 いきましたね。うん、いい感じです。普通にサブアカでも US 欲しい5。あとは、あれだな。うん。実績。一回コミット失敗しなかったら7万点超えてたんで、もっともっと伸びてたと思います。うん。また今度、サブアカでも挑戦していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。